三丈ロープウェイスキー場は2010年度まで営業していた長野県基礎郡基礎町のうたき三島側にあるスキー場である。全長2332メートルのロープウェイによる運行により標高差を確保し、駐車面が主体のスキー場となっているほか、初級車用の迂回路も設置されている。スノーボードは全面滑走可能。ナイター営業は実施していない。 標高の高さゆえ良好な雪質を確保しており、比較的遅い時期まで滑走可能だった。なお、三岳ロープウェイは、ロープウェイを名乗っているが、競技のロープウェイではなく、ゴンドラリフトである。スキーブーム終焉に伴う、業績不振及び、利用客の減少により、2010年冬から2011年春、シーズンの営業を休止した。スキー場としての運営は、 事実上の廃業となっており、冬季以外での夏山営業スタイルへ方向転換した。1機のゴンドラ、3基のリフトと1機の歩道により、8本のコースが設置されている。スキー場利用客の大幅減少により、2010年から2011年シーズンは、スキー場の営業を停止することが発表された。なお春引く秋シーズンの間は、基礎町からの助成金を活用して、 ロープウェイを運行した。今後は基礎町内の別のスキー場との経営統合を進めるとしている。しかし基礎町内の別のスキー場も経営状態は思わしくなく最悪の場合基礎町のスキー場が全廃という状況も考えられるためスキー場が主産業の基礎町は同じ基礎町内にある海電高原前やスキー場などとに運転資金を注入し さらなる支援を行っていくとしている。地下の正規標高1570メートル全長2330メートル、飯森高原駅標高2150メートルを片道15分で運行。飯森高原駅から山頂を望む。2017.6、16撮影2003年10月15日ロープへのゴンドラが滑走支急停止したことにより、 乗客二人が転落死する事故が発生した。原因は、整備不良とされ、元乗村四人が起訴され有罪判決を受けている。ありがとうございます。